松田さん、今回はですね、商品の方をお申し込みありがとうございます。決済の方を確認させていただきました。はい、松田さんはですね、僕の商品だいぶ買っていただいていまして、ありがとうございます。はい、まあ、吉谷拓郎をコンプリートしてるんじゃないかなというところで、まあ、今回ですね、その吉谷拓郎をコンプリートしてる松田さんにとっておきの、商品になっております。吉谷拓郎が裏で何を考えて、どういう戦略でコンテンツを、販売してるのかっていうところですね。はい、で、まあ、大体僕のセミナーとかを、見ていただいていますし、あと実際に3月の大阪セミナーにも参加していただいていますけれども、多分今まで聞いたことがない話が今回のセミナーの映像では入ってるんじゃないかなと。裏の吉谷ですね。はい、結構その、まあ、ちょっと中級者、まあ、初心者の方も1人参加していただいてたんですけれども、まあ、ちょっと初心者の方にはちょっと分かんない部分も結構あるかなっていうところなんですけど、まあ、松田さんはもうだいぶ勉強してるんで、多分ああなるほどそういうことかっていうところで、まあ、分かるんじゃないかなと思います。であとは実際にその自分でコンテンツですよね、作って販売していく、もしくは集客して、そしてアフリエイトしていくっていうところで、まあ、活用できるんじゃないかなと思うんで、ぜひですね、まあ、買っていただくのはすごく嬉しいんですけれども、実際に実践しないと、まあ、収益が出ないですから、実践していただいてですね、でその過程の中で分かんないことがあれば、ぜひご相談ください。はい、でこの前も鷲津さんの買っていただきましたけど、鷲津さんもですね、情報発信して集客してコンテンツ販売こうできるようになって、まあ年齢今年で48ですけれども、まあ、久保さんも45、6ですね。まあ、それでもね、まあ久保さんは、億万長者になっちゃいましたし、鷲津さんはまあもう多分1000万近くは売り上げ作ってるんじゃないかなっていうところで、あとはやるだけですから、ぜひ頑張ってください。はい、まあ、僕は応援することしかできないんですけども、まあ、サポートはできますんで、あとは松田さんがやるかやらないかっていうところですね。はい、でそのやるにあたって、まあ、今回の教材はすごく、使えるものがいっぱいあると思いますんで、ぜひ活用してみてください。はい、ではですね、メールの方で詳細の方を記載してますので、ご確認ください。ありがとうございました。